さんこんにちは、田中エミリです。もうすぐバレンタインデー。今日は100均ショップダイソーで販売されている手作りお菓子の商品を使ってココアクッキーを作ってみます。材料はダイソーの100円商品からココアクッキーミックス粉、カラフルクッキー抜き型、チョコレートペン、ギフトボックス、冷蔵庫の在庫から卵、無塩バター 8g を6個。作り方、室温に戻して柔らかくした無塩バターをボウルに入れ、泡立て器などでクリーム状になるまで混ぜ、卵黄を加えてさらによく混ぜます。ミックス粉を加え、ポロポロとしたそぼろ状になるまで混ぜ、手でしっかりとよくこねてひとまとめにします。生地をラップで包み、冷蔵庫で30分ほど休ませます。生地を綿棒で 3,4 ミリの厚さに伸ばし、クッキー型で抜きます。生地がベタつくときは小麦粉を振ってください。オーブンペーパーを敷いた鉄板に並べ、180度に予熱したオーブンで10分から12分焼きます。焼き上がったクッキーにチョコペンでデコレーションします。チョコが完全に固まった後、ギフトボックスに入れて完成。この商品には箱に貼るシールがついていました。以上で完成です。市販のクッキーに比べると完成度は低いですが、手作りというところに温かみがあると思います。そして何よりリーズナブル。皆さんも手作りのお菓子で意中の人に、お友達に、ご家族に、職場の方に日頃の感謝の心を込めてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。もちろん自分へのご褒美にもどうぞ。本日は100均ショップダイソーで販売されている手作りお菓子の商品を使ってココアクッキーを作る動画をお送りしました。田中エミリでした。